はい、どうも、ケイです。今回ですけども、2023年の振り返り動画を上げていきたいと思います。これを撮ってる今、もう年が明けてる2024年になります。で、大きく分けて多分3つ4つに絞って話します。まず1個目が番組について話して、2つ目が年間どこ旅行行ったか、3つ目が何が一番良かったか、で、4つ目がまとめみたいな感じかなっていう感じで、まず1個目から行っていきます。まず番組についてなんですが、2023年はね、すごく放送していただきました。ちょっとメモをね、持ってきたんですが、自分の記憶が正しければ、ユーロベロ9万キロのマルタ行ったり編シーズン1が、1、2、3回放送されてます。トータルでも10回たのかな？ 9 回が10回目だと思う。なので、もうさすがにっていう気はしつつ、ありがたく放送いただきました。で、続いてシーズン2のイタリア、オーストリア、チェコ編。これは2時間番組が2回で、ミニ版が1回放送されました。ありがたいですね。でもミニ版1回だったのかな。続いてシーズン3、これがね、2時間番組の方が2回とミニ番組が1回流れてます。結構昔のことに感じるけど、でも実は2023年になってからシーズン2が流れて、2023年の3月になってからシーズン3が流れてたという形です。ちょっと熱くなってきた。 まあ実際にはその2022年に撮ってるから2023年に流れたという形ですね。で、逆にもうこれを喋ってる今は出てるんですけど、シーズン4とシーズン5、シーズン4がイギリス、フランス、ベルギー、オランダ編で、シーズン5がバルト三国編、エストニア、ラトビア、リトアニア編。で、この2つはですね、実は2023年に撮影行ってまいりました。で、1個が5月だったかな。で、もう1個が、9月に撮影してまいりました。なんで、ね、年に2本行けると、ちょうどいいですよね。ちょうどいいって言ったらあれだけど、もっと行きたいけど、行けるのならば。仕事の関係とコンディションを作っていくことを考えたら、まあ2がちょうどいいかったりするのかなとは思ってます。まあそれが3本、それが4本ぐらいになったら、もう常に行ってるような感じじゃん。12ヶ月あるから、12ヶ月のうち4回行くとかなったら、3ヶ月おきに行くでしょ。から2ヶ月で準備して行って、1週間とんでもなく疲労で休んで、でまたコンディション上げて行ってみたいな。格闘家かみたいな雰囲気になるかもしれないですけど、まあでも4とかあったらそういう感じなのかな。レギュラー的な感じでね。で、2だとね、もうちょっと余裕がありますよね。途中のまあ夏とか冬が入ったり、厳しい時期があったりっていう感じかな。撮影自体は2023年初めて行ったってわけじゃないんで、まあ、今回はもうどうしてもイエーイっていう形ではないけど、まあ、普通にもうありがたく去年撮ったやつが2023に流れて、2023に撮ったのが2024に流れてっていうね、いいサイクルがこうやってできたなと思ってます。本当に皆さんのおかげで続いてると思うので、本当にありがとうございます。この感じでね、今年も行けたら2015に流れるとか、まあ早ければ4にとって4に流れるとか、行ければいいけど、まだ未定です。なんで、もし続き見たいよって方いたら、本当にリクエストの方だけお願いします。はい。番組の内容については他の動画でも話すと思うし、まあ今回はまとめとしては割愛していこうかなと思います。まあでもさすがにもう4回目5回目となったら、キャリアがっていうまでじゃないけど、さすがに慣れとかもあるじゃん。から余裕を持ってできたり、まあ逆に今度は同じ展開にならないように、どう新しい爪痕を残すのかっていう課題というかチャレンジがあったのかなと、思います。まあとにかく、2023の感想としては、日本行ってこれたので本当に嬉しく思ってます。続いて、どこ旅行行ったかって話ですね。で、これはちょっと記憶が曖昧なんで、もしかしたら違うかもしれないんだけど、まず2023年の1月、実際には2022の12月からバルセロナにいましたね。で、この動画はまだ上がってないんだけど、やばいな、1年以上経ってる。バルセロナで年越しをしました。大好きなスペイン、バルセロナで、その後、日本に行きましたね、1月に。なんで行ったのかあんまり記憶ないんだけど、コロナ禍を経てやっと初3年ぶり帰国みたいなので日本に行けましたね。ドイツの冬寒いから逃げよっつって、バルセロナ行って、その後日本行ったんだと思う。 で、2月が、マラガに行きました。ただこれは1週間だったような気がする。短かった。マラガに行って。で、3月は、まあ特に何もやってないんだけど、フランクフルトに行ってましたね。これも動画撮ってあるので出します。で、4月、
ポーランド行きました。これはなんかね、イースターの時にやべえ予定入れようと思ってて入れられなくて、結局最後ギリギリでどっか行けるとこないかなってポチって行ったみたいな旅行だった気がします。ポーランド、ワルシャワに行きましたね。で、あと4月忘れちゃいけないのが野球を開始してます。これについてはまた後で話します。で、5月は撮影行ってきましたね、シーズン4の。で、6月は野球してて、7月も野球してて、もう高校生かみたいな感じでしょ。で、8月は週末プラス1日ぐらいでブカレスト、ルーマニアに行きましたね。ルーマニアに行きました。で、9月が、もう一発撮影。で、10月がドイツ国内だけど、リューゲン旅行。リューゲン島っていうベルリンから電車で2時間半、3時間ぐらいの場所に行って、で、チャリでバーって島を、旅しました。で、11月が、日本一時帰国。なんで去年、なんとね、2回日本に来たんですよね。で、11月の日本は3週間ぐらいいたから、かなり長かったけど、なんか3週間いて、あ、意外と一時帰国で1週間だと本当に週末もない感じで終わっちゃうし、2週間だととしても週末は1ターンしか挟めないから、3だと週末が2ターン挟めて、まあちょうどいいなと思ってたような記憶があります。で、12月がこの旅行に入ってるんですが、コロンビアに行きましたね。ということで、振り返ってみると、1、2、10カ国行きましたね。国数じゃないけどね、し、結局同じ国とか行っちゃうから、なんか国数のカウントしてもしょうがないなっていうところはあるんですけど、10カ国2023年、回りました。まあって言ってもね、ヨーロッパがメインだから、まあ日本からしたら 東京から福岡行きましたみたいな 東京から札幌行きましたみたいな それくらいの距離がカウントできちゃうからね。また話違うんだけど、そんな感じでした。で、まあ旅としては、まあでも撮影がメインだったから、そんなにこれといって新しいとんでもない旅っていうのはしてなくて、まあでもよく飛んだよね。飛んだし走ったしという、1年でしたかね。で、続いて3つ目、何が一番良かったかって話なんですが、実はね、何だと思いますか？野球なんですよ、野球。で、これは、知らない方いたら補足しておくんですけど、ドイツの国内に野球のブンデスリーガっていうのがあって、まあブンデスリーガっていうとサッカーってイメージが強いかもしれないんだけど、ブンデスっていうのはそのドイツ全国リーグという意味で、野球のトップリーグがドイツにもあるんですね。日本で言ったら NPB みたいなのがあって、で、そこのチームに参加してワンシーズン戦いました。結果としてはヒット打てなかったし、打席数も3、4打席しか立ってないのかな。しもう本当にね、8回の裏からダイソーとか8回の裏ぐらいから守備固めで出るような選手だったので、まあ理想としてたレギュラーでね、こう活躍するっていうのはできなかったんだけど、でも、まあ、そもそも最初は試合に出れると思ってなかったし、野球なんて十何年ぶりにやり始めたし からそんな自分でもなんか体をまた動かして、まあサイクリングとか筋トレって意味では体を動かしてたけど、野球って意味での体を動かして、若ければ18歳ぐらいから上は、まあ自分もベテラン勢になっちゃうんだけど、30何とか1人ピッチャーで40歳いるけどみたいなところで、こう肩を並べて切磋琢磨してできたのはすごい楽しかったなと思ってます。で、野球の動画としてまた別で撮ろうと思ってるんだけど、本当にね、学生時代野球やってたんだけど、小学校から高1までやってたのね。で、その自分の代的な意味ではずっとレギュラーで出れてたから、そのベンチの人の気持ちが今まで分かんなかったのね、正直。で、それが、今回参加してベンチからスタートして、一緒にその試合の日に一緒にレギュラー陣とアップはするんだけど、もう出ないことは分かってるわけじゃん。からアップはしてちょっと体温まるんだけど、ベンチにずっと座って6回7回ぐらいからちょっとまたこうアップをし始めて、出番来るかなみたいな雰囲気を出して、出れない時もあれば出れる時もあってみたいな、初めてその控えになって、あ、出れない時ってこんな悔しいんだとか、チームの勝ちは応援できるけど決して個々のプレーのいいプレーには賛同できない、心の底からは賛同できないんだなとか思ったりして。だってさ、プロサッカーだろうがプロ野球だろうがアマチュアだろうがさ、結局ベンチの人がさ、レギュラーになるとかさ、出るチャンスが来るってさ、レギュラー陣が怪我するとか、レギュラー陣がめっちゃエラーするとか、もうずっと三振をし続けるとかじゃん。からなんかチームの勝利を願うというか、その瞬間瞬間ホームランとかなんちゃらとかでわーとかなってるけど、実際は早く怪我しろみたいな、
怪我しろっていうの言い方悪いけど、早くこけろって思って見てるんだなっていうのを、まあ、話には聞いてたけど身をもって初めて実感しました。まあ口だけで言ったらさ、すっごい悪い風に聞こえるじゃん。でも事実サブメンバーがのし上がるってそれしかないじゃん。いきなり練習でさバコンバコンって打ち始めたとしてもレギュラーになることってないわけよ。練習ですげえ守備上手いの見せたとしてもいきなりレギュラーになることはないのね。不動のレギュラーっていうのはいるわけであって、からこういう状況下で腐らずにやるとか、ベンチとしては応援してるけど本心はちょっと違うんだなとか、なんかそれは今まで知らない部分だったので、そういうのを理解できてすごく良かったです。あとは、ブンデスリーガっていうと全国区なのでアウェーの遠征があるんですよね。金曜日の夜車に乗って 5,6 時間かけてベルリンからケルンに行って、で泊まって土曜日の朝試合して、終えてそのままそこら辺で飯食って寝て、日曜日もう一試合して、試合を終えて帰ってくる。で帰ってきたらもう夜の11時とかっていうのをやって、最初はあ遠征とか超憧れるしかっこいいなとか、なんかちょっと観光までは言わないけどチラッて街見れたりするんじゃないかなとか、いろんなこう期待感があったのに、実際に遠征をこう何個かやっていくときっちりもちろんプロの人はさ、すげえいいプライベートジェットが飛んでとかさ、すげえでっかいバスでもう本当180度ぐらいリクライニングになるとかあるかもしれないけど、自分たちは別にそういうわけじゃないじゃん。からキツキツの車に詰め込んで荷物とかもいろいろあって、でこうわーって行って、で別に観光する時間もないし、もちろん着いてすぐ寝て、もうなんなら途中の道中パーキングとかドイツはないからマクドナルドなのね、パーキングがとかでマックとか食って、まあ、実際のサッカーのブンデスリーガーとかもマクドナルドとかいるらしいんだけど、でもハサベ選手はサラダしか食わないみたいな、まあそれはさておきまあそんな環境でやってて、で、まあ、月曜日から金曜日は仕事があるじゃん。サイクリングも毎日走んないといけないし、野球の練習も週3あって、で週末はその試合に行って体ボロボロというかもう無理みたいなし、サイクリストとしての体と野球選手の体って全く違うじゃん。言い訳にはなっちゃうけど現実として両立はできなかったんだなと思った。ただそれと同時にその体の作りだったり、あこんなに動けるんだっていうことが分かって、2023年はそれは超嬉しかった。だって全力疾走するとかさ、玉際を飛びついて取るとかさ、もう怖くてできないじゃん基本的には。そんなことをそんなアクティブに動くこともないし、ベースランニングをもう全速力で走ってスライディングするとかないじゃん普通の日常で。だからそれが2023年こう体を動かしてってやってって、あまだまだ体が動くんだなっていうことに気づけてすごい嬉しかった。で話ちょっとずれちゃったけど、まあそんなこんなで遠征に行ったりなんないで超大変だったし、あの途中5月と9月、撮影で思いっきり抜けちゃったし野球から、まあ両立ができてたといえばできてたし、まあできてないっちゃできてないんだけど、超過酷な状況下においてそのスポーツ界のトップリーグで1年間だけだけどできたっていうのはすごい2023年のハイライトとなりました。遠征もそんな甘くないし、ベンチを温めることの難しさも知ったし、まああといいこととしては、まあ野球のチームってやっぱり子供からあとは大人50歳ぐらいまで、60歳もいたのかなまでいて、こう全体で言ったら多分100人とか120人とかいるのね、クラブチームが。でその中で、もちろんトップチームは中南米の人とか野球の強い国からの人もいるんだけど、もちろんジュニアとかってローカルのドイツで生まれ育った子たちがいて、なんかそういうところにこう同じコミュニティにいて練習の前後とかで絡んでき、子供が絡んできたりちょっと野球を教えたりとかして、海外にはずっといたけどその超ローカルのコミュニティに入っていくことってあんまりなかったから、ああこうやって世代が育っていくんだなとか、こうやって地域の人たちに応援されていくんだなとか、地域に根付いたスポーツの環境ってすごい大事なんだなっていうのを改めて実感して、それがすごく2023年は良かったし、自分の考えとしてはなかったところだったので、ブンデスリーガーに2023年慣れて本当に良かったと今思ってます。なんで去年のハイライトはブンデスリーガーになって1年プレーしたことですね。はい、という感じで、長くなりましたが、まとめとしては思ってもないことにチャレンジして、新しい知見を得るというか経験を得るというか、
やっぱりそれは何事にも変えられないし、お金を払ったら買えるもんでもないし、本を買って勉強できることでもないし、自分がその場にいてちゃんと、あ、はいはい、こういうことねってこう身をもって体感することが超大事なんだなっていうのと、それができたのが一番良かったなと思ってます。はい、2024年もう始まってますが、今年もねまた新しいネタを仕込んでいきたいと思うので、まだまだやっちゃうぞっていうところをこの YouTube ビデオブログを通して見ていただけると幸いです。もしこの動画いいと思ったらぜひいいねとコメントいただけると幸いです。そしてこの辺にチャンネル登録と関連動画あるので、まだ見てないよとかチャンネル登録してないよって方いたらポチッとしていただけると助かります。じゃあ2024年ももう開始していますが、良い旅ができることによって、ではまた、ポンベージュ。バイバイ。